すごいその繊細な表現が得意な方で、写真教室の生徒さん、生徒さん、あ、そうですね、まあ、こっちも生徒ですけど、あのこっちも3年目くらいになるんですけど、写真見させてもらって、うんうんうん、最初2年ぐらいはやっぱりその自分が何向いてるかよくわからないという状態だったのが、うん、本当に今年入ってくらいからですかね、うん、この半年ぐらいなんでぐっとこう変わってきたっていうか、うん、まさかこんなものが撮れるようになるとは本人も分かってない、うん、私も分からないっていうものがあって、ね、でこちらの世界も広がっちゃいますよね。うん、広がりますね。結局その一人一人の個性を大事にしつつ、でも全体的に一つのものとして、うん、なんか同じ方向を向いていきたいというか、うん、あの前に向いていきたいというか、やっぱ開けてるっていうことがすごく大事かなと思うんですけど、うん、その社会との接点をみんなで持っていこうっていう、うん、そうすると要は皆さんの教室と皆さんが成長すること自体が中本さんの作品、はいはい、あ、そうとも言えるかもしれませんね。これはあの私 の, あの作品なんですけど、はい、あのまあ、日本の女性が持つ繊細さとか美しさとか儚さっていうのを6曲の屏風で表現したいなと思って、はい、であのこれ紙和紙なんですけども6曲にして、まあ、日本の伝統的なあの屏風なんですけども、うん、これのなんかこう違うまた新しいフレームの一つとして、うん、あの表現できないかなっていうような、うん、そうですね、なんかその生活の中にこういう芸術というか表現の世界がもっと身近になればいいなって思いは当然、うん、少しずつ動いてるみたいなものを、そうですね、あの1枚の写真よりもちょっと連続性を持たせたいな、ちょっと、うん、私の中でちょっと映像に近いんですけど、はい、これは、はい、やっぱり自分自身も表現者であるし、うん、表現して欲しい人も周りにたくさんいて、うん、でみんなも育っていくしっていうのはやっぱどちらも欠けてはいけないと思って、そうですね、だから私も高めたいしみんなも高めてもらいたいしっていうのが常にこう同じように上がっていくっていうか、うんうん、あのどっちも欠けてはダメだと思ってるんですよ。